山野くん。あ、はい。ちょっとコーヒーを入れてくれないかね。二人分頼むよ。コーヒーですか？他に女の子がいないんだよ。早くね。そういうことか。なんでよりによって一番忙しい私がやんなきゃいけないのよ。やばい。遅くなってごめんなさい。腹減ってるんだよ。飯は今からに決まってるでしょ。私も帰ったところなんだから。早くしろよ、疲れてるんだから。何よ、私だって忙しかったのよ。疲れてるのよ。なのになんでそんな言われ方しなきゃなんないのよ。お前は俺の女房だろう。女房が飯作らなくてどうするんだよ。自分で作ればいいでしょ。仕事も頑張ればいいって、応援するって、家事も手伝うって、それなのに。と言って、毎回夫婦喧嘩のたびに私のところへ転がり込んでくるのね、あんたは。ゆか、私、悔しい。まったくもう。いらっしゃい。おい、山野、どうしたんだ。いやー、たまには男同士とことん飲み交わそうかななんて思いましてね。そうか、また玲子さんと喧嘩したのか。なるほど、話は分かった。まあ確かに会社でも家庭でも玲子の受けた扱いはおかしいわよね。でしょ？でしょ？ゆかもそう思うでしょ？女だからお茶を入れるべきだ、料理を作るべきだなんていうのは性差別よね。性差別？でも女性がお茶を入れたり食事を作るのは当たり前なのかもしれないけど。女性だからお茶を入れたり食事を作るのは当たり前っていうのはまさしくジェンダーよ。ジェンダー？何それ。ジェンダーっていうのはね、作られた性の違いとでも言うか。作られた性の違い。女とか男とかいう性の違いは大きく分けて2つの要素があるのよ。一つは生まれながら持っている体の形や機能の違い、つまり生物学的性の違い、セックス。へえ、セックスってそういう意味もあるんだ。そしてもう一つが生まれてからあと育つ環境の中で作られる性の違い、それがジェンダー。よくわからないな。後から作られるジェンダーってどんなものなのかしら。
だからそれがいわゆる女らしさ、男らしさって呼ばれてるものなのよ。例えば玲子、女らしさ、男らしさって一体どんなものだと思う？女らしさは優しさとかおしとやかさとか綺麗でおしゃれだとか料理がうまいとか。男らしさはやっぱり強くて勇敢でたくましくて仕事もバリバリできて。それじゃあ強くて勇敢でたくましくて仕事のできる女性は人として値打ちのないものなのかしら。それは逆も言えるわよね。料理上手でおしゃれな男性がいたってちっとも変じゃないでしょ。そう言われればそうよね。私も子供の頃、男の子たちと木登りして遊んでたら、女の子だからやめなさいって私だけやめさせられたことがあった。だから私ずっと女の子は木に登っちゃいけないものだと信じてたもの。そういうことの積み重ねによって女はこうあるべきだ、男はこうあるべきだっていう意識が作られていくわけ。そういうふうに本来ある性の違いじゃなくて作られた性の違いのことをジェンダーって呼ぶの。なるほど。そしてそのジェンダーが今日玲子が受けた性差別につながっていくのよ。ジェンダーが性差別につながる。例えば小学生の時のことを思い出してみて。小学生の時？中学でも高校でもいいのよ。出席簿の順番って男子が先になってなかった？普通そうよね。別に男子と女子を混ぜこぜにして五十音順でもいいと思わない？そりゃそれでもいいけど、そういうのを性差別に結びつけるのってちょっとオーバーじゃない？先に呼ばれたって得するわけじゃないし。出席順だけ取り上げて差別だっていうつもりはないけれど、それが普通って考えてると常に女子は男子の後、女は男についていくものっていう考えに染まってしまうと思うの。なるほど。習慣って怖いものね。他にも日常に隠された性差別っていろいろあるのよ。私たちが何気なく使う言葉の中にもたくさんあるわ。言葉？玲子は夫のことを主人って言う？うん、言うわよ。逆に男性は妻のことを家内ってよく言うよね。うん。主人って自分を従える人って意味の呼び方なのよ。平等な立場で結婚したはずなのにこれはおかしいわよね。一方、女は家にじっとしてるのが当然のごとく家の中、すなわち家内って言葉で呼ばれている。なるほど。これが言葉の問題だけならまだいいんだけど、私たちの日常生活も見てごらんなさい。家事、育児は女の役割、男は外で仕事をして一家を養うのが当たり前っていうように、男性か女性かによって仕事の分担が決まってしまってるでしょ。これを性別役割分業っていうの。性別役割分業？そう。本当は男性も育児や家事に参加すべきだし、女性ももっと社会進出すべきなのよ。でも男性も女性も性別役割分業を当たり前のように受け入れている。あんまり深く考えたことなかったな。ね？性差別って生活に深く根付いているのがわかるでしょ？ほんとね。ああ、日本人ってダメよね。いつまでも頭が古くて。確かにね。先進国と呼ばれる国の中で日本ほど女性の地位の低い国はないっていうし。でもね、
外国だって性差別は存在してるのよ。はい、これは何と訳すでしょう。 He is professional。 彼はプロです。つまり彼は仕事のエキスパートですっていう意味でしょ。そう。ところがこの He を She に変えると She is professional、 彼女は売春婦ですっていう意味に取られることがあるのよ。うっそ、どうして。つまり男性は仕事で一人前になるのは当たり前で、一方女性はセックスの対象としてでしか値打ちがないっていう考えが。そっか、性差別って世界的な問題なんだ。なあ、お前の気持ちもわかるけど、玲子さんの立場もわかってあげなきゃいけないんじゃないか。先輩はいつも女性の味方ですもんね。そうじゃなくてさ、女性が仕事を続けながら家事もきちんとこなすなんて本当に大変なことなんだから。男の方が仕事は大変ですよ。だいたい女房が家のことをやらなくてどうするんです。俺は安心して外で働けないじゃないですか。ふーん、なんですか。そんなこと言ってるといずれ自分で自分の首を絞めることになるんだぞ。え？お前、玲子さんがいなければパンツの場所もわからない状態に陥ってないか。玲子さんのいない夜はインスタント食品や外食に走ってないか。男は外で仕事が当たり前、女は家事が当たり前なんて考えは男の生活レベルでの自立をダメにしてしまうことだよ。だいたい妻が病気にでもなった途端身の回りのことに困る、下着の場所もわからないなんて男が一人前の自立した大人って言えるか。逆に女性は結婚したり子供が生まれたりしたら仕事を辞めて家にいるべきだなんていうのがまだまだ当然のように思われているのが現実だ。だから女性の社会での地位向上が難しいんだよ。だってですね、実際結婚までの腰掛け就職志願の若い女の子も多いんですよ。こっちが一生懸命仕事を教えてもようやくものになるって頃に結婚します、さよならじゃたまりませんよ。これじゃ責任のあるポストなんて任せられるわけがない。確かに女性の平均勤続年数は男より短いが、こんな状態を望んでいるのがまさに今の社会だとすれば。これは何歳の女性がどのくらい働いているかを示したグラフなんだけど、外国が逆 U 字型を描いているのに対して日本は M 型を描いているだろう。ええ。つまりちょうど結婚して出産子育ての時期にいかに女性が仕事に就きにくいかがよくわかるだろう。どうして日本だけが。育児は女性がやるものっていう思い込みがあるから育児に関する負担は全て女性にかかってくる。それに加えて育児休業制度や保育施設の普及が遅れているからさ、女性に働きたいという気持ちがあってもそれをフォローしてくれる労働環境がない。だから結婚や出産の際に退職せざるを得なくなる。一方企業側もある時期が来ると確実に辞めてくれる女性労働者を短い勤続年数イコール低賃金という図式の中で利用し続けてきたんだ。なるほど、カメラみたいに使い捨てするわけか。それに女だってライフワークにできるような仕事したいと思うじゃない。ゆかだって立派なイラストレーターだもんね。まあね、立派かどうかわからないけどね。でも家事や育児は女性の役割と考えられているのが現実でしょ。いくら働く意欲があったって結婚して子供がいたりすれば
男性のように一日フルタイムの仕事は難しいわよね。そうするとパートタイム勤務っていうことになる。そこでまた女性は男性の仕事の補助みたいな扱いになってしまうし、同じような仕事をしていても女の給料は男より少ないなんて事態が生じちゃう。でもパートで働いてる近所の奥様方はみんな気楽でいいって言ってたよ。そういう人は多いかもしれないわね。でもそれも小さい頃からジェンダーによって女は家庭を守るのが主な役目だからっていう意識が作られてしまってるからじゃないかな。確かに夫に収入の大部分を頼って足らない分だけ妻がパートで稼げばいいわけだから気楽かもしれないけど、これではいつまでたっても女性の経済的自立はできないわ。こんな話を聞いたわ。男が出世して家に帰れなくなると給料も上がって家庭が幸せになる。でもその妻が出世して家に帰れなくなると家庭は不幸になる。それじゃあ女だけが仕事か家庭かを選ばなくちゃならないの？そんなのおかしい。だってどちらも大切なもので、どちらも全く違うものなんだもん。その通り。男性も女性も育児や家事を分担すべきだし、自分の能力を発揮できる仕事に就きたいと思うのは当然のことよ。でも現実の女性の労働環境は、仕事に就けたはいいけど、やらされるのがコピーやお茶組ばかりじゃ働く気も失せるよね。企業が女性を軽視する、女性のやる気がなくなる、ますます企業が女性を軽視する、これじゃあ悪循環の極みよね。ただいま。あら、お客様。おかえり、山野くんが来てるんだ。こんばんは、お邪魔しております。いや、あれ、こんばんは、はじめまして。私、斉藤恵美と申します。どうも。先輩、この女性は？いや、実はさ、一緒に住んでるんだ。へえ、知りませんでしたよ。みんなにはこれから発表するつもりなんだよ。特に結婚式も披露宴もするつもりはないからさ。へえ、結婚されるんですか。あの、私たち婚姻届は出さないんです。私たち生活のパートナーとして一緒に住むことにしたんです。へえ、でもどうして婚姻届を出さないんですか。婚姻届を出したらどちらか一方のせいにしなくちゃいけないでしょ。彼の溝口か私の斉藤か。結婚したら男の姓を名乗るものじゃないんですか。あら、久志さんも誤解されてるんですね。誤解？現在の法律では結婚したら夫または妻の姓を称すということになっているんだ。つまり僕たちがもし婚姻届を出したとしたら、僕の姓である溝口を彼女も名乗るか、彼女の斉藤の姓を僕も名乗るようになるかを選択できるわけなんだ。へえ、知らなかった。結婚したら女性は男性の家に入るわけだから、男の姓を名乗るのが当たり前だと思ってましたよ。女性が男性の家に入るっていうのも間違いですよ。現在の制度では結婚するってことはどちらかがどちらかの家に入るんじゃなくって、全く新しい籍を作るってことなんです。しかし実際にはほとんどの夫婦は男性側の姓を女性も名乗るのが当たり前と思っている。これは社会が封建時代の家制度を今も引きずっている証拠さ。嫁に行くなんて言葉が今でも生きてるんですもの。そういえば嫁にやるとか嫁をもらうなんてことはよく言いますよね。人間をやるとかもらうなんて人格無視もいいとこさ。なるほど。で、お二人はどちらか一方のせいにしたくないから婚姻届を出さないんですか？そうですね。
私たちお互いに使い慣れた自分の性を変えたくなかったし、性を変えるっていろんな不便があるんですよ。例えば職場で急性でかかってきた得意先からの電話を交換手の手違いでつないでもらえずに大きな取引を逃したとか、結婚した大学の女性講師が新しい性で論文を発表したら別人が書いた論文と勘違いされて、これまでの業績を認めてもらえなかったりとか。そんなこと考えたこともなかった。今までは男性が職場の中心でしたからね、そんな問題に目が向けられる機会がなかったんですよ。でもそういう実用的な面だけが理由じゃないんです。名前っていうのは自分の人格を表すものでしょ。それを結婚したからといってどちらかが強制的に変えるっていうのはお互いに嫌だったし。先進国の中でも結婚して一方の性に統一するような制度を持った国はむしろ少数派なんだよ。そうだったのか。日本でも夫婦別姓を法的に認めようという動きはあるけれど、まだまだ時間がかかりそうだな。婚姻届を出して戸籍名は変わるけど、日常生活では旧姓を使っている人も最近はたくさんいますけど。僕たちの場合は本名とか通称名とか使い分けるのも面倒だし、結婚したからといって人格の違う二人が名前まで同じにしろと強制されるのは嫌だったから、婚姻届を出さずに一緒に住む方法を選んだというわけ。なるほど。あ、どうかした？ううん、別に。玲子さんはそろそろお帰りの時刻のようね。まさか、彼が謝ってくるまで絶対許さない。ゆかの話でよく分かったもん。いかに女性がいろんなところで差別されて苦労してるか。男ばっかり得してのほほんと暮らしてるなんて私許せない。あのね、女の幸せのために私断固として戦うわ。じゃあさ、玲子は今の日本が男にとって天国みたいに幸せな国だって言うの？だってゆかが。私男性が幸せに暮らしてるなんて一言も言ってないよ。家事育児は女の仕事、学歴地位も女には花嫁衣装のようなものなんていうのは確かに勘違いも甚だしいけど、男性側もお前は男だからっていう別な意味での性的差別で苦労してるんじゃないかな。立派な男になれよとばかりに幼い頃から勉強勉強、目指せ一流大学一流企業、就職が決まれば今度は出世競争地位争い、男は仕事と会社は彼らをこき使う、哀れ企業戦士と化した彼らは時間を会社に奪われ我を顧みる余裕もないまま、やがて年老い、はいそれまでよで、ほい。年老いた元企業戦士たちは今まで放りっぱなしにしていた家庭に当然居場所はなし、家族からは粗大ごみ扱いされるし、仕事一筋の人生に趣味など見当たらず、仕事以外の人間関係もろくになく、孤独で寂しい晩年となって。なんか生々しくない？その話。うちの父がそうなのよ。かわいそう。性別役割分業、ジェンダー、封建的な家制度の名残、いろんな問題が私たちの前に立ちはだかっているけど、これは女性だけの問題じゃなくて男性も含めた社会全体の問題なのよ。女性にとって暮らしにくい社会は同時に男性にとっても暮らしにくいものなんだよ、きっと。女性も男性も対等な立場で暮らせる世の中を私たちの手で作ることができれば素晴らしいですね。そのためにも例えば家事は女性男性関係なく分担したり、子供が生まれたら育児休暇は男性も積極的に取れるような職場の雰囲気作りをやっていかなきゃいけないと思うよ。
そうですね。前に話した言葉の問題でも、例えば外国ではポリスマンのように男性しか示さなかった言葉をポリスオフィサーと男女どちらでも示すことができるように変えていったり、日本でも男子優先の出席簿を見直そうっていう学校も増えているそうよ。性差別の問題を真剣に考えてる人も大勢いるんだ。性差別をなくするためには今の制度とか慣習とか常識といったものを根本から考え直さないといけないことだから、大変なことかもしれないけど、性別を超えて全ての人に優しい世界ができればいいね。全ての人に優しい世界。私帰る。はい、さようなら。ありがとう、ゆか。久しくんによろしく。うん。すっかりビールごちそうになっちゃって、冷蔵庫が空っぽになったよ。今度は玲子さんといらしてくださいね。はあ、どうも。びっくりした。玲子か。帰ろ。うん、腹減ったな。私も。よし、独身時代を思い出して料理の腕を振るうか。え、料理できたっけ。失礼な、俺の焼きそばは天下一品だぞ。レイコさん、お茶入れてくれない？ねえ、山田くん、自分の飲むお茶ぐらい自分で入れたら？え？